ちゃほんまに緊張するって。マジで緊張するわ。怖もうわからへんで。これいきますよ。うわ滑らか。すごいなこれ。うわマジすごい。なんか船みたい。合ってるかわからんけど、めっちゃスムーズよ。すごいよな。冠よなこんな。お前初冠や。やっぱ東京来るってなったらちょっと次元ちゃうな、うん、東京の来て一発目の仕事初冠でテレビ相次いで、うん、メルセデスベンツに乗るっていうすごいいびつな構造の。もう情報量多すぎんのよマジで。ほんまに頭追いつかんて。気ぃつけてや気ぃつけてや。あんまそれやめろよ。これ行ってやんなと。行ってええやろ。行ってええやろ。やめろお前そのお前さ。気ぃつけようよ。二人にとって憧れのスターのもとに憧れの車で会いに行く。こんな止めて。しかしそのスターと会えるかどうかはわからないドキュメントバラエティ番組。撮ってください。ほわマジか。さやか憧れの人に会えるのか。いや衣装合ってんのほんでこれ、うん、この番組のコンセプトこれか。メルセデスピンクの人こんなにピンクオーバーオールかこの番組。もっとなんかスーツでさビシッとしたかったよな。せっかくさタキシードとかさ、うん、分かれへんけど憧れの人会いに行って、憧れの人に会いに行くのにピンクオーバーオール、ピンク蝶ネクタイの合ってんのかな。ね、憧れの人に会いに行く企画ということで。そうやで、ほんまもう誰でもいいですって言われたもん。アンケート。そうやで、ほんまに全然。だからそう俺らもえこのレベル書いていいんだとか、ね、どなたですか。僕はですね、自信の憧れてる人、堀裕二さんです。堀裕二さん、いやすごいすごい人やで。すごない。堀裕二さんやで。ドラクエやんね。そうドラクエの生みの親堀裕二さん。世界の誇る日本の人気ゲームドラゴンクエスト。石井さんが会いたい人はそのドラゴンクエストの生みの親ゲームデザイナー堀裕二さん。とりあえず今からはちょっと手土産を。手土産ね。はい、買えたらな。堀裕二さんに手土産も。気ぃつけてや気ぃつけてや。あんまそれやめろよ。これ行ってやんなと。行ってやろ、行ってやろ。やめろお前そのお前さ。気ぃつけようや。いやいや、ちょっと待って、これほんまにおるぞ。なんなんここ、なんなんかも分かる。普通のスタジオちゃうぞここ多分。分からへんけど、ちょっと目隠しでこれを。ほう、なるほど。え、そんな隠さない。なんでこんなこんなんなん。顔全部隠してるやん。失礼やろ堀裕二さんに。これ何も見えへんよ。ここどこやほんまに。すごいな。うわほんまに何も なまあまあちゃんとしたやつやな。これ被りもリアルな。マジ見えへん。バカすぎだよこれ犬。いや分からん。大丈夫堀裕二さんに会うのに。なんでこんなことなってんの。すごい。ここ何。ここここすごいわ。何ここ何なん。ちょっと待って、すごいぞ場所。どこよ。ちょっと靴脱いでここで。靴スリッパあるわ。ちょっと待って、ここすごいぞ。何どこよ。すっごい場所。どこよ。どこ。マスク取っても大丈夫です。取っても大丈夫ですか。じゃあマスク取ってください。取っていいですね。はい、うわーマジや。こんにちは。こんにちは。こんにちは。マジや。うわすごっ。涙出てきた。すごい。泣いてるやん。すいません、ありがとうございます。泣いてるやん。泣いてるやん。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、すげー。
らっしゃい。すごい。あの、めっちゃ泣いてる。すいません、もう本当にドラクエが好きで。そうなんですね、ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ泣いてもうた。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな、そんな泣く、すごいな。いマジ、おらんと思ってたわ。うわ、本当にありがとうございます。どうぞ、どうぞ。うわ、マジか。そんな歓迎してもらって光栄です、むしろ。いやいやいや。すいません、ほんまに。石井さんの会いたかった人。うわー、マジや。ドラゴンクエストの生みの親、堀裕二さん、会えました。すごっ。涙出ていた。すごい。いや、すいません、ありがとうございます。いや、絶対おらへんってなんか思ってたから。いや、まさかマジね、受けていただけると。多分今もうすごいお忙しい時ですよね、その審査も。 M1 とか見ました。マジっすか。そう、あのホームステイの話とか。マジっすか。ミセさん面白かったです。面白かった。すごっ。ミセさん面白かったですか。面白かったです。これは誰か反論できますか、ミセさん。マジで。堀井さんが面白かったと言ってくださいましたよ。ありがとうございます。それとか見張るんですか。見ますよ、お笑い結構見るんで。そうなんですね。すごい、やっぱさ、知ってくださってて、ええ、ありがとうございます。嬉しい。そうなんや。いや、ほんまに、うわ。長い長いか涙が。なんか聞きたいこととかね。東京来るって言ったらすげえな、マジで。すごいよ。テレビ愛知やからよ分からへんけど。いや、ほんまに嬉しい、マジで。ほんまに夢やったんですよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。泣きすぎやって。質問ぐらいはしてくれよ。生き別れた父親と感動の再会ぐらい泣いてもうてるけど、お前憧れで好きでっていうことやもんな。憧れで、ほんまにすっごい方やっていう。普通のおっさんですよ。いやいやいや。ドラクエに全部ほんまにいろんなことをなんか教えてもらったなっていう。ありがとうございます、はい、あのゲームってね、その違う人生を楽しむことがやっぱ一番の、はい、うん、目的になるとね。人生ってやっぱり娯楽強いことだよ。ドラマにしても映画にしても漫画にしても、その主人公になりきってで別今出ない自分を体験するっていう、はい、そこはもう外さなくて、あとはまあドラクエだから優しいあったかい世界を作ってくれるやつ、はい、いろいろその時その時でまあ時代流して、うん、作っていきたいなと思って。いや、すごそっか。最後に石井さんからお願いが。もうサインをいただきたくて。プライベートのもの持ってきた、はい、なんだ。これにサインはすごいよ。あのタップライズのやつなんですけど、縦に。うわ、はい、全然こっちにすみません。こっちだっけ。いいですか、すみません。えぐいわ、マジで。いや、すごいよ。うわー、知って嬉しい。すごい。すいません、すいません、ありがとうございます。うわー、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すごい、これは。ありがとうございます。嬉しい。これなんか、そして T シャツにも。えぐい。うわ、ありがとうございます。ほんまにすごい。いや、マジで最後ほんまにマッチで M1 と頑張ってよかったって今一番思ってるかもしれん。えぐい。ほんま嬉しい。堀裕二さん、貴重なお時間本当にありがとうございました。マジかさやか、憧れの人に会えるのか。はあ、テレビ愛知えぐい。すごいな、マジで。こんな喋られへんくなんねや。俺もだってお前が言葉出えへんから俺がなんか聞かなと思って。いや、逆にだからあれは助かった。ほんまに助かりました。ありがとう、ほんまに。あ、なんかワイパー出た、ごめん。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでワイパー出すの。関係ないやん。ちょっと待って、ちょっと待って。ワイパー止めて。高速のワイパー止めて。いらんねん、何してる。ワイパー止めて。ではでは、続いて誰なんですか、会いたい人は。イチローさんです。イチロー。いや、俺ほんまアホのふりして出したで、アンケート。
それはだってほんまにそうやで。憧れの人誰でも書いてください言われたらさ、かっこいいよ。イチローさん、イチロー書いてるやん、うん。俺野球やっぱ大好きやから、野球ファンやから。そうやな、ちっちゃい時からやってたし、うん、ただやっぱほんまにそう、俺ほんまに可能性あるなと思うのが、うん、テレビ愛知なんよ。え、イチローさんは愛知やんな。そう、中あの愛工大名電やん。ああ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 、で中日ファンやねん確か。ああそうなんや。幼少期やっぱ中日の膝元やから。ああそうなんや。いや、イチローさん会いに行こう。まあ、イチローさんおったらすごいけど、さすがにイチローさんが思うその野球ってここが素晴らしいよねっていうところを聞きたい。でそれで俺と合ってるかどうか確認した。おこがましいけど、ほんで違うかったらそこは議論し合いたそこはディスカッションしたい。一応と議論しに行くよちょっと野球について、うん。あーもう泣きすぎて眠い、もう眠なってきた。あかんで、そんな自分のターンだけ喜んで人のターンもう眠いですわ。子供、ほんま子供ぐらい泣いたな。もうええってお前の泣いた話も。ほんまにもう次行ってんねんて。もう眠い。あ、待て、あ、着いた。ここ、え、え、何、はい、じゃあそれつけてください。やな、これお前の後のこれつけんのもめっちゃ息しにくいから、それほんまに。こっからもう行っていいんですね。え、え、なになになに、足元もうちょい言うて。ここ段あるわ、そこ段があって、そこ越えて足元の感じ言うて。ここはない。え、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 じゃあマスクを取ってください。ほら、いやもう後ろ姿で分かるって。え、ちゃう、え、ちゃうでしょ。え、じゃあこちらを振り向いていただいていいですか。いやいやいや、おはようございます。ちょっと待って、おはようございます。ちょ、ブレますって。もう分かれへん。え、なになになに、新山が、はい、イチローさん愛がなんかすごいっていうのを聞いて、はい、憧れの人に会えるっていう企画で、はい、そうやね、はい、ほんまにすごい、ほんとブレてるよね処理が追いつかなかったそうやな、はい、新山さんの会いたかった人、イチローさんではありませんでしたが、実は遠藤さん、イチローさんと接点が。あ、でも遠藤さん、ありがとうございます。すみません、わざわざでも来ていただいて。ただ、はい、好きなんですか、イチローさん。あ、好きです。え、俺もものすごいイチローさん愛は強い人なのよ。はい、ちなみにお会いしたことはないです。もちろん。もちろんないよな、そら。あ、そうか。遠藤さんはあるんですか。いや、あの、食事したことあります。食事させていただいて。じゃあもう完全プライベートで。ダウンタウンの浜田さんとイチローさんがなんか食事をする機会があったんですけど、はい、たまたま俺同じ現場やって、浜田さんと。で、ちょうどこの後何かあんのと。いや、僕何もないです、はい、まあ、ちょっと飯行こうかって言われて、はい、で、俺もその現場行ったらもう同じリアクションというか、もうイエーってなって、イチローさんがおられてみたいな。そうそうそう、スターやか。いや、スターですよ。なんで、僕これマウント取られに来てますいや、だからどっちが愛があるんか、愛があるんかっていう。なんなんですか、この時間。いや、ほんま、ちょっと、まあ、ちなみに今、うん、イチローさんで言うと、はい、まだマリナーズと契約をされてて、はい、でもそっちも活動されてるんで、今もシーズン中はもうずっとアメリカにいらっしゃるんで。ずっといてはんねや。そうですね、はい、というわけで今から新山君のイチロー愛を確かめるバトルを行いたいと思います、はい、まず一つ目のバトルはこちら、はい、特急背面キャッチボール。あ、キャッチバトルです。あ、バトル、はい、あの、ごめん、見えてないです、はい、
こっからは俺も正直分かってないんです。こちらのピッチングマシーンから出てきたボールをイチローさんのお家芸背面キャッチで先にキャッチできた方の勝利。さあそれでは3球ずつ参りましょう、はいはい、まず先攻の新山の挑戦です。はい、どれぐらいのねこう雰囲気で来るのかね。そうですね、はい、結構ちょっと待って、ちょっと待って、結構思ってたとちゃう。これ多分ねイチローさんも無理やで。そうですよね。こんなもんお前無理やろ。ほぼほぼストレート、ガイアフライでやるから。そうそう、もっと山なりやで。これでいけるか、これ。まあでもこれいけたらすごいわ。そうやな。ちょっと2球目待って、やったことないねんなこの取り方。ちょっと俺のイメージなんかちゃうわ。そんなんちゃうもん、イチロー。そんなんちゃうもんなあ。何がイチローやん。お願いします。わー、そう無理やわこれ。こんなんちゃうんだろ、イチロー。その怖さと、え、みんな知ってるよね、イチローの悩みたちね。え、今 どんなもんでした。でもなんか意見ごとなさそうな感じがする。ないことはない、ね、その感じでいいと。ちょっと当てるまでは行きたいな、グローブ、うん、そうやな。さあそれでは3球目いきましょう。お願いします。だからあかんて、あかんて。あかんって。ちゃうもん。せやな、いや。ちゃんと当たって。せやな、いや、せやな。大きに。大きに。わかるよ。気持ちは俺もどっかで当たらなあかんなと思ってるよ。歯の一本ぐらい折らなあかんなと思ってるよ。ただもう無理やん。ありがとう。ちょっと僕はそこやっといたんで。せやな、大きに大きに。あとは。さあそれではこうご遠藤さんの挑戦です。はい、1球目お願いします。はい。あもう もうビビりまくって。ちょっとこれちゃうな。逆逆ちょっとそうっすね。こうあそうっす、背面ですからね。背面やから。はい、お願いします。さあ2球目お願いします。あー惜しい。でも惜しい、いけんことなさそうなんですよね。あ、ほんま、はい、いけ。お願いします。ガそんなアホじゃないね。バレ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 るか、全員バレるし、思ったより受けへんかった。ちょっと角度山なりに、角度ちょっとつけれます。マシンの角度を調整して再度挑戦。ちょっと可能性出てきた。これはいけますね、うん、これはいけるんじゃ。さあしかし惜しいチャレンジは続くも、なかなか成功には届かず。ここまでメルセデスで来て何やってんのこれずっと。泥試合もう取ってくれよ。もう取ってくれよ。マジで取ってくれ。俺も終わらせてください。お願いします。終わらせてください。うわあ！取ってくれ。取って。もう取って。なんやねん。あ、ごめんなさい。さあ次。さあ次。はい、もう取って。はい、取って新山。取って。おお！ということで、この対決は新山の勝利。よっしゃー。いや、これはもうマジでよかったよかった。これは認めますよ。これ、本人無理やったらこんなことなんの。番組変わったやろ、完全に。前半と後半でチャイすぎる。耐久企画みたいになったもん、最後。チャイすぎんねん、ほんまに。いやそりゃそうよな。出て、憧れの人言うて損した。一番損するで、それ。あの方からサプライズメッセージが。また今日は会いに来てくれてありがとうございました。もう泣かれたりとかしてね、僕のこと恐縮しちゃって、そんなにね感動してもらって本当に光栄でした。いろいろお話もできて楽しかったです。うわ、本当にね、漫才僕好きなんでずっと見てますんで、これからも頑張ってください。応援します。すごい、これいいでした。
うわ、何このメルセデスで聞く。さやかのお二人、今日は本当にどう、いやいや、え、ありがとうございました。いらんいらんいらん、すっごく楽しかったです。いらんって。僕も芸能生活もう32年ぐらいやってんのかな。いろんな番組に出させてもらったけど、今日は本当一番楽しかったです。いや、そんなわけない。また、そうなんや、機会があったらぜひぜひ。心配になるわ、今日一郎さんの愛をぶつけて行きましょう。本当に楽しかった。喋るのなくなってたやん、最後。運転気をつけて。よかった。そんな風に思ってくれてたんや。いらんって、遠藤さんのこと。はい。あ、ここで弁でした。あ、そうですね。名前見ちゃった。もう全部聞こえてる。というわけで。切って、ホリゴ遠藤衝動でした。ありがとう。もう音響がいいから全部聞こえてもうてんのよ、やり取りの会話が。名前言うてくださいじゃないんすよ。ほんで最後遠藤さんの声聞きながら運転してんの俺。